日本神奈川県横浜市磯国大鳥町大鳥町は神奈川県横浜市磯国の町名。町名の設定のない単独町名である。住居表示実施済み。磯国北東部の根岸湾沿いの埋め立て地に位置し、北側は根岸線を挟んで、東町、西町、原町に接する。東側は草界を挟み、中口鳥町となる。 面積は583,440.1平方メートルで、全域が工業地帯であり人口はゼロである。1935年8月に埋め立てが行われた。1940年4月1日、町会町名地番整理事業により、芝生町及び原町の一部から大鳥町が設立され、芝生町は廃止となった。当には、 飛行艇専用の飛行場である、ネギシ飛行場が開設されていたが、町名は巨大な翼のように未来に羽ばたくようにとの願いからつけられた。1941年11月、大日本航空会社イスホシ写真館が大鳥町に落成した。1945年、ネギシ飛行場は米軍に接収された。1959年2月、 ネギシワン埋め立て事業の起工式を挙行。1 9 6 2年2月、大鳥町の接収解除。1963年12月、ネギシワン第一期埋め立て事業竣工。第一期 B 地区として埋め立てられた土地が、磯そ大鳥町及び中区千鳥町に編入された。第一期 B 地区の全域が、日本石油生成ネギシ製油所となる。1964年5月19日、 国鉄根岸線開業。1964年、大鳥運河の埋め立て1965年7月1日、住居表示を施行。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町の北側を JR 根岸線が通り、根、ね、岸駅があるが、根、ね、岸駅は東町に位置する。町内の警察の管轄区域は、 以下の通りである。ありがとうございます。